決勝は禁断の峠バトル、激ヤバの3大バトルだ。ステージは群祭に特設したおよそ 1.5 キロのダウンヒル区間、先行後いのイニシャル D 方式。危ないですね。バトルは区間1位の FD と評価1位の GTR が先行後追いで対決。ヤシオ S1 号が追っかけてどこまで2台についていけるかがポイントだ。おお、やべえ。あー、ええよこの GTR。 なんと進入のブレーキングで 1.5 トンの GTR が差を詰めた。ここからは長い R が続く計測区間。勝ってるよ全然。さすがコーナリングマシン FD3S、 ヤシオの1号も離されてはいないぞ。互角だぞ。コーナーで離されるドリドリ、焦りが出たか、突っ込みすぎ。おー、怖えしちゃった。コーナー早えよセブン。1分目は FD の勝利。ヘブンのスピードで入っていくとダメだね。とりあえず1本目はいただきました。やばいっす、次頑張ってください。今日は楽勝っぽいな。直線でちぎるしかないね GTR は。2本目はドリドリ MCR が先行。早いな。早いよ。さすが600馬力の加速。スタートダッシュに成功した MCR が逃げを図る。オーバーされた。ここで離れる。やはり計測区間での FD の速さは別格。中間地点までにスタートのビハインドを挽回。オリド FD 連勝なるか。あ、しかし危ない。こうなると MCR の独壇場、高速コーナーを驚異的な速さでクリア。ぶっちぎりで FD に接続。楽勝。あれコーナーすごい速いからね。だからコーナーをビューってきて、こっちがアンダー出てる間に追いつかれちゃうから、立ち上がりでドカンってこう逃げ切る。やばい。やだな。本当なんでこんなことするんだろう。極限の集中力が求められるこのバトル。オリダーはちょっと鳩が折れ気味か。いけるんだよな。回り込んでくるとセブンの方がやっぱ早い。ドリドリも珍しく弱気な発言。どちらかミスをした方が負けとなる。ここがまた早い。あー、アンダー出ちゃう。 ABS の制御で GTR に劣る FD。 オリダーはサイドを使ってブレーキの前後バランスを調整。ドリドリもサイドを使ってアンダーを殺すドライビング。短い時間で車の癖をつかむ。これが峠マイスターの走りだ。ここまで2人はミスなし。勝負は後半の高速セクションに入った。 MCR が一気に追い上げてゴール。果たしてウィナーは。なお特別賞は狙い通りヤシオファクトリー S1 号に決定。どうしてもチューナーだからパワーを出したいんだけれども、それをあえて抑えたっていうところが良かった。岡村さん、おめでとうございます。さあ、いかがだったでしょうか。峠の魔王マックス、マックス編危なかったですね。早すぎですね。これはね、危険なんで1年に1回にしましょう。そうしましょう、ね、それでは結果発表です、はい、魔王になるのはどっちか。これね、微妙なんだよね。微妙ですね。あのね、MCR はすごいいいんだけど、GTR すごいんだけど、
コーナーが藤田エンジニアリングすごいの。やっぱセブンの方がちょっと速い感じがしますね、うん、だけどマックスだから、はい、やっぱこう MCR ぐらいのパワーは欲しいなと、はい、ね、で仮として、はい、今は仮として仮、ね、はい、MCR の GTR おめでとうございます。これあの次のホットバージョンではやられちゃうかもしれない。これ見て MCR 上等だよって思ってるやつがいっぱいいますからね。もう策はあります。嘘、はい、いや、やってなかったですよね。そういうことに燃えるタイプですから。いやいや、またオレンジの周り走るわけということで、ね、MCR の GTR をやっつける方はこちらも